ベスト・ファーレン条約が締結されたオスナブリュック市長者、オスナブリュック市長者の平和の間オスナブリュック、ーペーター制度オスナブリュック内市街オスナブリュック、ベスト・ファーレン方言、アセンブラガ、固定ドイツ語、オゾンブラガ、ラテン語、アンシバリウムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先週の軍、独立市で、同時にオスナブリュック軍の軍長所在地である。この大都市は、 ニーダーザク選手の上級中心都市の一つであり、オスナブリュッカーラントの中心である。人口16万人を超える、この町は、ハノーファー、ブラウンシュバイク、同規模のオレデンブルクに次ぐニーダーザク選手第4の都市である。全人口の約14%にあたる、約2万5000人は、大学生が占める。歴史に富んだ、この町の創設には、 古い交易路が交わる地点に面していたことが寄与している。中世にはオスナブリュックはハンザのベスト・ファーレン地域の中心都市となった。オスナブリュックは約5 0キロメートル離れたミュンスターと共に1648年のベスト・ファーレン条約締結の地として知られている。オスナブリュックではベスト・ファーレン条約の原則である使命としての平和平和に対して 責任を持つことがこの街の文化、行政活動に今も息づいていると言われる。それはこの街のスローガン、オスナブリュック平和都市にも現れており、例えば、オスナブリュック市のコーポレートデザインにも用いられている。ウィーン会議の後、オスナブリュックとその周辺で、脱ベストファーレン化が図られた。しかしオスナブリュックに刻まれた、ベストファーレンの刻印は、現在も、 標準ドイツ語を話す、地元住民、オスナブリュック及びその周辺の建築物、郷土料理に色濃く残っている。本市は、780年に創設された、オスナブリュック市教区の市教座都市でもある。オスナブリュックは、ヨーロッパの重要な経済塾の交わる点でもある。このため、この町は、流通拠点に発展した。さらに重要な自動車産業、金属産業、 製紙業の企業が立地している。本市は、ノルドラインベストファーレン州との宗教に面しており、ヨーロッパの重要な経済塾の交点にあたる。このためこの町は、重要な流通拠点に発展してきた。近隣の大都市は、北から時計回りに、オルデンブルク、ブレーメン、ハノーファー、ビーレフェルト、ドルトムント、ミュンスター、エンスヘデーがある。オスナブリュックは、ドイツで、 唯一の自然公園内にある大都市である。この街は自然、ジオパークテッラ、ビータに囲まれており、一部は市内にまで広がっている。オスナブリュックは北をビーエン山地、南をドイトブルクの森に挟まれたオスナブリュック丘陵地に位置している。その市民役は市内に直接伸びており、このためオスナブリュックには多くの起伏が見られる。 最も高い丘陵が188メートルのピースベルクで、かつての炭鉱と工業博物館で知られている。オスナブリュックはおおむね北ドイツ定地に接するニーダーザクセン山地に位置する。ノイマルクの高度は海抜64メートル、最低地点はピエノハーゼ川沿いの海抜54メートル地点である。市境の総距離は79.5キロメートルである。 ビーエン3地の北から北ドイツ定地が始まる。オスナブリュックの北部は末端堆積と大規模なデータン地方及び砂地の土地で占められている。オスナブリュック市内のハーゼ川の石をスナブリュックの主要な水域はハーゼ川とその支流のデューテ川である。ハーゼ川は東から市内リュストリンゲン宿に流れ込み中心部を通って北西の市境にあたるピエシクから 市の外へ流れ出している。ハーゼ川は、水理経済的重要度区分では二級河川にあたる。2010年の春に豪雨と、雪解け水によりオスナブリュックの大きな川で、水上昇が起こった。いくつかの市区と隣接する、市町村で氾濫が起こるほど増水した。ハーゼ川と平行に設けられたオスナブリュック式費、運河は、 全長約 14.5km の人口の連邦水路で、オスナブリュックのハーフェンシクの港で、ミッテルラントウンガと接続している。二つの重要な湖が、エーファーブルクシクのルベンブルーフ湖とアッターシクのアッター湖である。ルベンブルーフ湖は、散策やジョギングに利用され、夏には釣りや、青少年活動に、人々が訪れる。アッター湖は、キャンプ場や、 レジャースポットとなっている。また、市内唯一の水浴可能な湖である。小さな湖としては、ビュステシクのパッペル湖や、ビュステン湖、グレテシュシクのボルンハイデ湖がある。オスナブリュック州の面積は119.8平方キロメートルである。公式な人口は164,223人で、人口密度は1,371人平方キロメートルである。 オスナブリュックの地域は23区に分けられ、同市番号が付けられている。区の名称は、歴史的な地名や地理的条件に基づいて命名されている。一部では、古くは多くの集落に分かれていた範囲が一つの区にまとめられている箇所もある。各区は、統計上の管区を成しており、3桁の番号を与えられている。23区と、 その公式の番号を以下に示す。それぞれの宿は、歴史の中で、固有のキャラクターを発展させてきた。例えば、内市街、ハーフェン、フレッダーでは、小売業、商業、工業が定着しているが、ヘレンやビドキントラントは大部分が、各家族の古典的な住宅街となっている。内市街の西部は建て込んだ、住宅地で古い建物やアパートが多い。 ベスターベルク方面には、中産階級のクライアントが住み、ビュステア、ベストシュタットには学生、若い家族、独居者が住んでいる。市境付近は一部田舎の風情であるが、シンケル、シンケルイコールオスと、エーファースブルクは、労働者地区として歴史に関与している。オスナブリュックは、ノルトベストファーレン州との宗教に位置している。隣接する、市町村の大部分は、 ニーダーザク選手のオスナブリュック軍に属すが、ノルトベストファーレン州テックレンブルガーラントのロッテとも、境を接している。これら市町村は、オスナブリュック大都市圏に含まれる。オスナブリュックは、経済、サービスの中心都市として比較的高い、通勤者収支を示している。オスナブリュックの市場範囲の人口は100万人近い。オスナブリュック大都市圏は、 約27万7900人を要している。オスナブリュックは暖かく穏やかな気候域に位置している。このため、市内にある1900ヘクタールの森林は主に紅葉樹根リ林である。夏涼しく、冬温暖で雨の多い気候を運ぶ西風及び北西風が主である。気候条件は変わりやすい。長期平均の年間平均気温は 摂氏9.8度、最も寒い月は1月で、摂氏2.0度、最も暖かいのは7月の摂氏18.1度である。冬は、東ドイツや、南ドイツに比べて、やや温暖で、夏は涼しいが、土砂降りの雨だけでなく、長雨にもなる。オスナブリュックの平均年間降水量は861ミ、mm、リメートルと比較的多く、連邦平均よりも多い。 冬と夏の降水量はほぼ同レベルである。降水日は年間平均122日である。本市には、オスナブリュック大学、オスナブリュック短歌大学、ローマイコールカトリックのオスナブリュック市教区、ハノーファー福音主義ルターハ地方協会のオスナブリュック管区、ドイツ連邦環境財団、ドイツ平和学会の所在地である。レーデンホーフオスナブリュックは、780年に、 カール大帝によって司教座として創建された。1648年にミューンスターとオスナブリュックの視聴者でベスト・ファーレン条約が締結された。このことから本市は平和都市を称している。2002年4月からレーデン・ホーフがドイツ平和学会の本部となった。オスナブリュックは1669年まで半座都市であり、1980年から 新ハンザ同盟に加盟して、2006年には、第26回新時代のハンザの日のホスト都市となった。オスナブリュック市の人口は1940年に10万人を超え、大都市の仲間入りをした。内市街の景観は教会によって特徴付けられている。内市街の北部、聖ーペーター大聖堂と、ヘイガーモンとの間に、ベスト・ファーレン条約が締結された。 視聴者を含む旧市街が広がっている。ここには1813年、1814年に建設された天下邸をはじめとする古典主義様式の建物が多くある。天下邸では鉄工業者のユルゲイングロースマンがレストランを営んでいる。旧市街にはロココ様式の建物や木組建築が残っている。こうした木組の建物には1690年に 建設されたホテルバルハラが含まれる。ベスト・ファーレン条約の視聴者や聖マリエン協会がある三角形のマルクト広場は中世の雰囲気を醸し出している。オスナブリュックには約150棟のロマネスク様式やゴシック様式の石像建築があったことが分かっており、現在も多くが良好な状態で残されている。その数はドイツの他の都市よりも多い。 このためオスナブリュックは、石像建築の首都とも呼ばれている。特に印象的なのが、バロック様式の旧大主教場館の向かいにある、石像建築の宮殿、レーデン方フである。ドーム方フには、1909年に建設された、有限とシティール様式のテアターオスナブリュックがある。ノイシュタットのルター協会も有限とシティール様式の装飾が施されている。 この教会は、後期ゴシック様式のハレン・キルヒエである、前述の聖カタリーネン教会の娘教会として建設された。歴史上重要なのが、旧ドミニコ会修道院で、その教会は、現在文化ホールとして利用されている。オスナブリュックの丸くと広場ない市街中央部の歩行者、専用地区は、旧市街につながっており、メインのショッピングストリートを形成している。 ここでは、戦争を切り抜けた数棟の建物の他は、近代的な目的建築が多い。旧市街と新市街との間に、ノイマルクトがある。かつて町の中心的なマルクト広場だった。この場所は、四車線の道路によって分断され、交通の用として、中央バスステーションが設けられている。2011年まで歩行者は、ノイマルクトを横断するのに、 路面を通るだけでなく、地下通路も設けられていた。2005年に新たな外観に改造され、この通路は閉鎖され、現在は大きな建物が作られている。市は、この建築法上発とされている、建造物に莫大な維持管理費を費やすことを、是としなかったのである。ノイマルクトの北側、ビテキント通りやベルリナー通り方面には、 サービス業や金融業分野の企業があり、近代的な建築構造とガラスのファサードを見せて立ち並ぶ。新市街では旧聖予藩修道院教会周辺に古い建物が残っている。聖予藩教会の旧教会広場には、保護文化財に指定された地下トイレの旧廃棄を行う廃棄塔がある。この広場の南には、かつてのノイ・シュタット市庁舎がある。 内市街は人造型の環状道路に囲まれており自動車道となっている。このバルから通りが放射状に伸びている。七つの塔、土類、二つの主壁を境界とする環状道路は古い都市防衛施設の名残である。現在のバルは時計周りにハーゼ島をバルナトルパー島をバルヘーガー島をバルシュロスバル、ヨハニス島をバル ペーター・ス・ブルガーバル、コンラート・アデナウ・アーリング、ゲーテリング、エーリヒ・マリア・レ・マルクリングからなっている。中心近くには、ダニエル・リーベス・キントが設計した、ドイツ連邦環境財団や、フェリックス・ヌスバウムハウスといった、建築工学上興味深い近代建築が建っている。新旧建築を結び合わせたのがビーチ・シャンツェで、これは、古い都市防衛施設の上に、 近代建築が建てられている。2007年までカジノの一部が入居していた。その後は、オスナブリュック単科大学のインダストリアルデザインコースがこの建物を利用している。イドゥナホーホハウス中心部の住宅地は大部分が主に4階建てから5階建ての集合住宅だが、ところによっては、小建ての家や、邸宅もある。中心部からやや離れると、建物は、 三階建てのライオンハウスなどに移り変わる。大きな集合団地は珍しい。高層ビルはベルリナー通り周辺にあり、ほとんどがオフィスとして使われている。最も高いビルは1970年代前半に建てられた20階建てのインドゥナホーホハウスである。現在のインドゥナホーホハウスの場所にはかつて科学者でザルツベルゲン生成所を起業したビルヘルムレペナウの。 邸宅があった。市の中核部の近くまで、あらゆる方向から、緑地や森が迫っており、レジャー地として利用されている。1920年代に、当時の都市建設監督レイマンによって、緑の指というコンセプトが打ち出され、これに従って、森や、近郊保養地が、緑の灰として、中核市区近くまで保持された。現在の土地利用計画でも、 気候保護の観点に基づき、緑の指は尊重されている。オスナブリュックは、自然公園内にある、ドイツ最大の都市である。最も古い表記、オゾンブラガは、北欧の神の一族であるアセンあるいはオセンに、由来するもので、神の橋と翻訳できるものと推測される。また、名称研究家、ユルゲン・ウードルフの説のように、アスナはかつて、 ハーゼ川の一部に対する名称であり、後に、川の名称は、ハーゼ川に統一されたものの、オスナブリュックの地名には、それが残されたと推測することもできる。ヘルマン・イェリングハウズの研究によれば、ハーゼ川沿いの新石器時代の入植地に、旧市街が作られた。もともとアハあるいはアウエからアフセンあるいはオフセン、これを短縮して、オーセンと呼ばれていたとしている。 オスナブリュックの著述家、ルートビヒベエテは、その著作、オスナブリュック四年代記の中で、奥船にあたるベストファーレン語のオッセンをこの町の名称の前半部の語源と考えるのは適切でないと述べている。なぜなら、都市の名前が創設してから数世紀も後に、命名されるのは、不自然だと考えるからである。オスナブリュックの死壁跡と、ヘレンタイヒスバルオスナブリュックは、 780年頃にカール大帝によって創設された死教座の市上長として発展した。カール大帝は804年にカロリヌムも設立しており、この年号で最も古い義ムナジウムの一つとされている。しかし、これを裏付ける文書はおそらく中世初期の議書である。新生ローマ帝国内では、オスナブリュックは1803年まで同盟の死教領に属した。 最も古い都市放題さては1348年に成立した。その伝統に基づき、現在もハントギフテンタークという祝日が設けられている。最初の都市法が成立した頃にライシャフトも成立したが、このうちヘイガーライシャフトとヘレンタイヒスライシャフトが現存している。13世紀初めにブックス島が監視島として鹿部沿いに設けられた。 塔内には死の牢獄が設けられた。この頃に最初のヘーガー門も建設された。この塔、門、両歩、空堀、通路からなる防衛施設は取り壊されたが、1815年にワーテル牢門として再建された。ただしこの故障は浸透していない。この門はヘーガー地区へ通り抜けるエリアにあることから、引き続きヘーガー塔はと呼ばれている。 聖マリー園教会の先行する最初の建物であるロマネスク様式の教会は島上の砂山の上に10世紀に建設された。続く11世紀には2代目となる教会堂が建設された。現在のゴシック様式の教区、市場教会聖マリー園教会は13世紀に建設が始まり、1430年から1440年に完成した。 30年戦争終結後、立派な建物が福音主義教会に与えられた。ハンザ、オスナブリュクの商人は、ブレーメンやハンブルク、さらに13世紀末からは、フリースラント、オランダ、リューベックとも交易を行った。本市は1412年にハンザ同盟に加盟し、商業政治上の一大勢力であるハンザの大量の交易により利益を得た。 オスナブリュックの商人は、ノブゴロドのペーターホーフ商館の設立に関与した。オスナブリュックは、ハンザのベストファーレン地区の主要都市の一つとなった。独立運動を背景に、オランダやイングランドとの交易が衰退したため、南ドイツや、北、イタリアへの販路が開拓された。1606年、オスナブリュックのヨハンドーマンは、ハンザの最後の債権者代表に任命された。 また、オスナブリュックは1669年の最後の、ハンザ総会に代表を派遣した旧都市の一つであった。1477年から1504年まで、エルトビニエルトマンがこの町の初代市長を務めた。1487年から1512年までの間に、後期ッ宿様式のオスナブリュック市庁舎が建設された。魔女裁判、オスナブリュックにおける、 魔女狩りのピークは1561年から1639年の間であった。市長、ハンマホハーが治めていた時代にあたる1582年に163人の女性が魔女の疑いを受けて逮捕され、そのほとんどが家計に処された。市長ペルスタート地下の1636年から1639年には40人以上の 女性が魔女として亡くなっている。魔女裁判では合わせて276人の女性と二人の男性が魔術使いとして逮捕された。オスナブリュック主議会は2012年9月25日に魔女裁判の犠牲者の名誉回復を宣言した。1633年のオスナブリュック個地図1632年に設立された。 ギムナジウムカロリヌムを起源とするユダヤ人大学はスウェーデンのオスナブリュック市教領総督グスタフ・グスタフソンによって1633年に廃止された。1643年から1648年までこの町トミュンスタートにおいてベストファーレン条約の交渉が行われた。オスナブリュックは30年戦争の動乱でほとんど被害を受けておらず、このため 平和条約交渉の町に選ばれた。この頃オスナブリュックは帝国自由都市の地位を得ようと努力を重ねたが、いずれも失敗に終わった。クヤスレギオ、アユリリージョの原則に関して、オスナブリュックは特殊なケースであった。世俗化に至るまで、領主が死亡するごとに、新たな死教領主の信仰が変わってしまう状況であった。 1650年のカピチュラシオパーペチュアの規定により、カトリックと、司教領主福音主義の領主が入れ替わり統治したので、ある。家臣の信仰はこれにより制約されなかった。オスナブリュック司教領は、現在のドイツの領域内で、最初の宗教並立の両方であった。バロック様式のオスナブリュック城は17世紀、後半に建設された。この城は、 プロテスタントの領主エルンストアウグスト一世イ,イフォン、ブラウンシュバイクリューネブルクの居城であった。1805年にオスナブリュックで鋳造されたイチプフェニヒ公家1803年の帝国代表社会議主要決議に基づく教会領の世俗化とオスナブリュック司教領の俗会所公領への移行により、本市はハノーファー選定公領となったが、1803年に フランス軍によって占領された。本市の最後の小学貨幣は1805年に中蔵された。オスナブリュックは1806年に短期間だけプロイセン王国に属した。1807年にはフランス皇帝ナポレオン一世が創設したベスト・ファーレン王国領となり、1810年12月10日にフランス帝国領となった。 オスナブリュックは1811年から1813年まで、犯罪4県の一つである、オーバーエムス県の主流となった。その範囲は、南に約3 0トル北、東、西は、それぞれ約5 0トルに及んだ。1814年春のナポレオン・ボナパルト失脚後、オーバーイコールエムス県の大部分は、 1814年10月のウィーン会議に基づいて創設されたハノーファー王国に属すこととなった。ナポレオンの百日天下を終わらせた1815年6月18日のワーテルローの戦いには約400人のオスナブリュック兵が参加した。この兵士らを称えてゲルハルト・フリードリヒフォン・ギューリーヒはヘがガー・トーにワーテルローモンを建造し以下の名を刻んだ。 1815年6月18日にドイツの勇気を示したオスナブリュックの戦士たちにこの記念碑を捧げる。GFV グリック DRDR1866 年の広島戦争の結果、オスナブリュックを含むハノーファー王国はプロイセンのハノーファー州とされた。本市は1885年にオスナブリュック県の主流となった。この状態は 1977年の地域再編で、オルデンブルクを主流とする、ベーザー・エムス行政管区が設けられ、オスナ・ブリュックはその支部所在地とされるまで続いた。2005年1月1日に、ニーダーザク先週のべての行政管区は廃止された。これにより、オスナ・ブリュックは、軍独立士とされ、同盟の軍の軍長所在地となった。 1900年のオスナブリュックの絵はがき二つの余カ団体アンティポディアオスナブリュックとミネルバオスナブリュックから1899年4月17日に FC1899 オスナブリュックが設立された後にこのクラブを起源としてこの地域最大で最も重要なスポーツクラブ VFL オスナブリュックが創設されたオスナブリュック内市街では 1910年にグローセ、通り34番地に、モードハウスアルスベルクが開店した。この店は、1920年代の黄金期のモードで、大人気となった。しかし、オーナーが、ユダヤ人であったため、NSD オッピーによる、権力掌握の2年後の1935年に、強制的に閉店させられた。それ以前に、 この店に買い物に来たすべての顧客は写真を撮られ、公共の掲示板で晒し物にされた。1945年4月4日、オスナブリュックのイギリス兵、第二次世界大戦では連合国により、計79回もの空襲を受けた。最初の大規模な空襲は1942年6月20日で、イギリス軍により9000発の焼夷弾を投下された。 同年10月6日には同じくイギリス軍が計1万千発の破裂弾と焼夷弾を投下した。1944年9月13日には2171発の破裂弾と18万千発の焼夷弾が投下され、市内の歴史的な建造物のほとんどは壊滅的な損傷を受けた。さらに同年10月13日には2616発の 破裂弾と1万6000発の焼夷弾が投下された。空襲による市民の死傷も多く、多い時では、米国の1日の空襲により、241人の死亡者が出た。また、これらの空襲によって、地域の65%、歴史地区の94%が破壊された。当時につけられた空爆の跡は、現在も残されている。 占領時代とイギリス弊社戦後、オランダによる本主併合のバッカーシャット計画が立案されたが、アメリカ合衆国とイギリスの抵抗により実現しなかった。終戦直後イギリス陸軍ライン軍団の占領軍がオスナブリュックに駐留した。その後オスナブリュック駐屯地の敷地はどんどん拡大していった。やがてオスナブリュックは、 イギリス国外最大のイギリス軍駐屯地となった。イギリス兵とその家族は、オスナブリュック市民にとって、数十年の間見慣れた故郷の風景の一部となった。1989年と1996年に、オスナブリュックのエーファースブルク地区にある、イギリス軍ケベック兵舎で、アイルランドの地下活動組織 IRA によるテロが、起こった。 この事件により多大な物的被害が生じた。イギリス国防省は2005年組織改変に伴ってオスナブリュック駐屯地を完全に廃止することを決定した。撤退はその後数年かけて徐々になされた。最後のイギリス中流軍司令官マークカトバート・ブラウン大佐は2009年3月31日にオスナブリュックを離れた。戦後復興と さらなる発展破壊されていたオスナブリュック視聴者がベスト・ファーレン条約交付300周年にあたる1948年に再開された。ドームホーフの私立劇場の再建は1950年に完成した。オスナブリュックは1960年に路面電車を廃止した。公共旅客交通は完全に市バスに委ねられた。 ノイマルクトの歩行者トンネルは1964年に開通し、2013年に閉鎖された。1968年に欧州旗がオスナブリュックに授与された。オスナブリュック専門単科大学は1971年に設立され、2010年にオスナブリュック単科大学に改名された。新しいオスナブリュック総合大学は1974年に 授業を開始した。1979年にオスナブリュック私立ホールが開館した。1980年、首都市教は県と1200年を祝った。1990年に設立されたドイツ連邦環境財団はオスナブリュックに本部を置いた。1995年ナトルパー通りに新しい本部が建設された。 フェリックス・ヌスバウムハウスフェリックス・ヌスバウムハウスは1998年に開館した。この美術館は180点以上のフェリックス・ヌスバウムの作品を収蔵しており、このオスナブリュックの芸術家最大のコレクションとなっている。この美術館はアメリカの建築家ダニエル・リベス・キンドの設計に基づき、オスナブリュック文化史博物館の増築部分として建設された。 1998年のベスト・ファーレン条約交付350年祭は、何ヶ月にもわたって開催され、ニーダーザク選手首相もこの町に訪れた。1999年には、芸術家、フリードリヒ・ホルデンベルゲ・ギルデバルトの生誕100年を2回の展示会で祝福した。2000年には、国際博覧会エキスポ2000の外部開催地となった。 以下の町村がオスナブリュックに合併した。谷に位置することや、地理的に、ノルトラインベストファーレン州に近いことなどから、オスナブリュックに合併した町村は、比較的少ない。例えば、ベルム、バレンホルスト、ビューレン、ハスベルゲン、ゲオルクスマリエンヒュッテは合併しなかった。また、北に位置するホラーゲ、レヒティンゲン、ルレは、バレンホルストに合併した。 780年から2013年までのオスナブリュックの人口推移1575年にオスナブリュック住民の約75%がペストで死亡した。その後、薬病、火災、飢餓、戦争によって200年の間この町の人口は1575年に減少した水準のまま推移した。工業化により、 人口は1817年に1万人を超えると、1900年には5万人と、約5倍に増加した。これには、レーネ・ライネ間及びミュンスター・ブレーメン間の、鉄道建設が影響している。さらに1939年までに、人口は倍増し、10万人を超え、オスナ・ブリュックは大都市となった。 1995年には168,618人の史上最高値を記録した。2015年12月31日現在の人口は162,403人である。統計2015年7月現在、オスナブリュック住民の30.8%が福音主義、33.4%がカトリックの信者である。 35.8%が、その他の宗教、または無宗教である。キリスト教聖ヨハン教会聖マリエン教会聖カタリーネン教会ヘルツイエズ教会オスナブリュックは804年に、司教座都市となった。担当助祭長は、司教座教会三次会主座であった。オスナブリュックには1521年からルター派の、説教師がいた。 1543年にこの町はルター派信仰に宗教改革がなされた。しかし聖ペータース聖堂や聖ヨハン教会はカトリックに止まった。聖堂はオスナブリュック司教区の中心であり続け、1803年まで神聖ローマ帝国の聖会諸公として存続した。カトリック住民は司教区の下プロテスタント住民は資産次会の下で、 役員会を設立する形で、教会運営を行った。1815年には、プロテスタントの教会運営には合わせて5つの役員会管区があった。これには、オスナブリュックのルター派役員会やアウレヒの平立役員会があった。役員会管区は、教区監督官あるいは、教会クライスによって統合されていた。オスナブリュックは、教会クライスの本部所在地であった。 1903年に、オスナブリュックの役員会管区は撤廃され、プロイセンに属すハノーファー州のすべてのルター派協会が、ハノーファーの役員会の下に組み込まれた。オスナブリュックはその後再び、教会クライス内に組織された管区の本部所在地となった。現在、本市の福音主義ルター派協会は、自由協会でない限り、 ハノーファー地方教会オスナブリュック管区内のオスナブリュック教会クライス、またはオスナブリュックズットハウゼンのメレゲオルクスマリアニヒュッテ教会クライスに属している。改革派の運動はオスナブリュックでは1788年以降記録がある。この宗派は隣のテックレンブルク伯領と関連している。19世紀に増加した。 改革派教会信者の移住によって、1889年にオスナブリュックに改革派教会が組織され、アウリヒに役員会が成立した。この教会は1893年にベルク教会を混流した。これは宗教改革以後オスナブリュックで最初の教会建設であった。1926年に平和教会、1960年代には、 さらに三つの改革派協会が建設された、恩潮協会、アッター協会、救世主協会である。協会組織再編に伴い、最後に挙げた三つの協会は、2007年12月に、福音主義協会に売却された。これ以後、平和協会は、青年協会として機能し、ベルク協会が、その他の協会の一般的な活動に利用されている。 オスナブリュック改革派協会は、現在、福音主義イコール改革派協会の、第7教会会議連合エムスランと、オスナブリュック教会会議連合に属している。聖堂と、九州動員教会聖ヨハン教会は、宗教改革後もカトリックに泊まり、オスナブリュックは1803年まで、オスナブリュック市教領の首都として存続していた。この町には、 カトリック住民も絶えず住んでいた。カトリックと福音主義の領主派の比率はほぼ同程度であった。780年頃に創設されたオスナブリュック司教区は宗教改革の波によって著しく縮小した。オスナブリュック司教領廃止後の1824年、オスナブリュックは新たに組織されたオスナブリュック司教区の主有となった。この司教区はエムスラント、 ベントハイム伯領、東フリーイスラントを含むハノーファー王国西部を包含した。この市教区は1841年にスカンジナビアの北部選教団の裁判権を獲得し、1868年にはブレーメン、ハンブルク、シュレスビヒホルシュタイン、メクレンブルクを含むドイツ北部の選教団の裁判権を獲得した。 これらの地域は1929年に公式にオスナブリュック市教区に編入された。これによりこの市教区はドイツで最も広い市教区となった。この市教区は1995年まではケルン教会管区に、その後は新たに創設されたハンブルク大市教区に属した。オスナブリュック市の教区や教会連合はオスナブリュック市主席司祭区に属す。 これは、オスナブリュック市に属していない町をも包含している。1852年から行われているテル・クトの巡礼は、オスナブリュックのカトリック教徒の風習で、参加者数ではドイツで2番目に大きな巡礼である。1899年に完成した、ヘルツイエズ教会は、宗教改革以後に新築された、最初のローマイコールカトリック教会である。 1980年11月16日、教皇ヨハネ・パウロ2世がオスナブリュックを訪れた。2008年5月21日から25日まで、オスナブリュックで6万人が参加して、第97回ドイツ・カトリックの日が開催された。これ以前には1901年に第48回、ドイツ・カトリックの日も開催されていた。オスナブリュックの自由協会。 キリスト教会のほとんどは、オスナブリュックキリスト教会作業共同体に、加盟しており、宗教上の問題について、テーマ対話集会や、毎年10月25日のオスナブリュック平和の日に、エキュメニズムの礼拝を行っている。ベスト・ファーレン条約350周年に、教会は、宗派を超えたエキュメニズム教会会議を開催した。この他に、オスナブリュックには、末日生徒、 イエス・キリスト教会、新使徒派教会、使徒教会、カトリック使徒教会、エホバの承認が活動を行っている。仏教仏教とは、カルマ・カギュ派の仏教センターに入門施設を有している。禅の実践は、禅道場やオスナブリュック禅サークルで行うことが、できる。ベーク・デア・アハトザムカイトのグループは、ティクナット・ハンの教えに基づく仏教を実践している。 イスラム教ムスリムの多くは、トルコ系住民であるが、アラブ人やクルド人も少なからぬ比率を占めている。2011年に建設された、アフマディアやムスリムジャマートのバシャイコールモスクは、オスナブリュックで、最初のムスリムの宗教建築である。その後、市内に12のモスクや礼拝所が設けられている。ユダヤ教旧シナゴーグ記念プレート旧シナゴーグは1906年に、 完成した。このシナゴーグは1938年11月9日の、いわゆる、水晶の夜に放火された。上級市長、エイリヒゲルトナーはその日のうちに取り壊しを命じた。19世紀に設けられた、ユダヤ人墓地は、早くも1927年10月に、学生たちによって冒徳された。1938年11月には、 多くのユダヤ人商店が略奪され、ユダヤ人家族の住居が荒らされ、ユダヤ人墓地が冒徳された。1938年初めにはすでに、いわゆる、ユダヤ人の家が設けられた。1941年12月12日に、まだ町に住んでいた、ユダヤ人190人の最初の移送が行われた。1893年から1906年にかけて、 建設された、アルテイコールシナゴーゲン通りのプロイセン王国時代の、成長に、旧シナゴーグを記念するプレートが設置された。略奪直前、オスナブリュックのユダヤ教会には、約500人の信者がおり、フェリックス・ヌスバウムの家族もこれに含まれていた。第二次世界大戦後、オスナブリュックには5人のユダヤ人が住んでいた。1969年にベストシュタットに、 新たなシナゴーグがオープンした。1991年までオスナブリュックには約90人のユダヤ人が住居を有した。旧ソ連邦からの難民受け入れによって2005年にはユダヤ教会は1544人の信者を要するまでになった。旧オスナブリュック県の建物に1978年から旧シナゴーグとその破壊に関する記念プレートが設置されている。 ここでは、毎年11月9日に、水晶の夜に対する介護の花輪が捧げられ、カッティーシュが唱えられる。1986年に、ユダヤ人墓地が、再び冒徳された。2004年に、旧シナゴーグア地に加え、ユダヤ人学校の基礎壁にも新たな記念碑が、設けられた。オスナブリュック氏のトップは、14世紀から、ラートであった。ラートは、 アルターラートとジッツンダーアラートに分けられていた。ビュルガーマイスターは議会の代表であった。司教に対抗して死は早くから様々な自由権を獲得していたが完全な帝国自由都市の権利を有してはいなかった。フランスに併合された後はメリー姓となり、ハノーファー時代にはフェアバルトゥングスビュルガーマイスターとユスティッツビュルガーマイスターが死のトップになった。 1851年、ハノー・ファート司法が発行した。その後、多くが、オーバービュールガーマイスターの肩書きを持つ市長が立てられた。国家社会主義の時代には、市長は、nsd デ p オッピーによって指名され、エイリ・ヒゲルトナーがその職に就いた。1946年以降、上級市長はその時点のニーダーザクセン自治体法に、基づき選出された。 最初は二等制の北ドイツ議会制度に習って名誉職であったが1997年から単独で専任人の行政トップとなった。最初の専任人上級市長にはスピードのハンス・ユルゲン・フィップが就任し1997年から2006年まで務めた。彼はその6年前から名誉職の上級市長を務めていた。2006年の選挙では やはりスピードのボリス・ピストリウスが上級市長に選ばれた。ピストリウスは2013年2月19日に新たなリーダーザク先週内務大臣に就任した。2013年9月22日の選挙では、いずれの候補も過半数を獲得できなかった。10月6日の決選投票では、オスナブリュック出身のビールギット・ボルネマン候補と、 民伝出身のボルフガング・グリーゼルト候補が戦った。グリーゼルトが有効投票の54.8%を獲得して勝利した。この選挙の投票率は41.8%であった。第二次世界大戦後の主張を以下に列記する。上級市長、事務総長、オスナブリック市議会は2001年から50議席で構成されている。この他に、 別に選出された、選任上級市長も、市議会での投票権を有している。2016年9月11日の市、議会選挙結果に基づく、政党別議席数を以下に示す。オスナブリュック市の紋章は、銀字に六本スポークの静止した黒い車輪が描かれている。市の旗は、黒い縁取りのある白地に、車輪が描かれている。 オスナブリュック市教梁の衣装としての車輪は、早くも13世紀から印象のデザインとして知られており、歴史とともに様々な様式に改変されてきた。最初は8本スポークで赤色であった。1946年から黒になった。その他には6本スポークの2本のスポークが水平に描かれている、動いている車輪のデザインがある。これは、 中世のハンザでアーザブ製造の商標など、国際的な取引の場で使われた。後には赤いデザインも現れた。現在、市教区の車輪は赤、市の車輪は黒で、共に銀字の上に描かれる。車輪は神の馬車の一部を意味しており、時代につれ教会や使との印として用いられた。13世紀の紋章には、車輪の他に、 聖堂の守護聖人として聖ペテロが描かれている。後に車輪だけが描かれるようになった。オスナブリュックは多くの都市と姉妹都市協定や友好都市協定を結んでいる。外国の姉妹都市との間で双方向に公式な市の施設を交換するのはドイツでもユニークなものとされている。若い男女が一年間姉妹都市の行政に従事するのである。これにより その都度姉妹都市に起こっている問題を処理することができる。オスナブリュックは以下の都市と姉妹都市有効都市協定を結んでいる。姉妹都市有効都市オスナブリュック城はアテルローモン、ビュルガーゲホールザム市協領主幹部をスナブリュック市庁舎はこの町の象徴的建造物である。この建物は25年の後期の後、1512年に、 後期ゴシック様式で完成した。この視聴者では、ミュンスター視聴者とともに、1648年に、ベスト・ファーレン条約が締結された。平和の間には現在、当時の領主やヨーロッパの施設の肖像が42枚が掲げられている。宝物室では、1648年の条約文書の模本を見ることができる。 バロック様式のオスナブリュック城は17世紀後半に作られた。この城間は、プロテスタントの司教領主、エルンスト・アウグスト・一世セイ・フォン、ブラウンシュバイク・リューネブルクとその日、ゾフィー・フォン・デアプ・ファルツの居城であった。この城間は、第二次世界大戦で外壁に至るまで破壊され、戦後に再建された。1953年からは、 教育大学として、1974年からは、オスナブリュック総合大学の本部として利用されている。ブックス島は13世紀初めに、死壁の見張り等として建造された。中世には、島内に牢獄が設けられていた。さらに、16世紀から17世紀の魔女狩りの時代には、拷問室としても使われた。 現在のヘーガーアー門は防衛施設の外観を忍ばせる。塔、門、保留通路からなる防衛施設は1815年頃に大部分が解体された。大部分の防衛施設が解体されたわずか2年後の1817年に跡地にワーテルローモンが作られた。この門は ワーテルローの戦いで奮闘したドイツ王軍のオスナブリュック兵士を記念して建設された。この門はゲルハルト・フリードリヒフォン・ギューリーヒの寄進によりヨハン・クリスティアン・ジークマンが設計した。この門には以下の名文が刻まれている1815年6月18日にドイツの勇気を示したオスナブリュックの戦士たちにこの記念碑を捧げる。 GFV グリック DRDR DR この門には展望台が設けられており、そこからは旧市街の家並みを俯瞰することができる。展望台へはスロープと階段を使ってたどり着くことができる。ワーテルローモン周辺の広場は現在も主にヘーガー東はと呼ばれている。それはここが旧市街からヘーガー地区への入り口に当たっていたためである。聖マリエン教会は 聖堂とは異なり、市民の教会であった。800年頃に埋葬が行われていた、現在の場所にあった木造の先行する教会に由来する。この教会は元素にしていない。10世紀から11世紀に、単老式のホール建築が建設され、早くも13世紀に両足炉が増築された。15世紀に内陣と内陣ボールトが付与された。13世紀からは、 ゴシック様式のハレン・キルヒエに改築された。この教会は、視聴者や、市の表領所とともに建築場の一体感を形成しており、現在も、マルクと広場の外観を決定づけている。教会内には、13世紀の勝利の十字架や、1510年から1515 15年に、アントワープで制作された主祭団がある。 内陣周辺には埋葬された人物の破壊詞があり、その中には、オスナブリュックの重要な官僚で弁護士でもあった、ユストゥス・メーザーの破壊詞もある。高さ79メートルの塔の190段の階段を上ると、オスナブリュックの街を一望できる。第二次世界大戦で完全に破壊された、同性の塔の先端は、1960年代、初めに再建された。 聖ペーター聖堂は785年に現在の場所に建設された。ただし、現在の建物は1218年から1277年に作られたものである。この聖堂建築は高キロマネスク様式で建設されている。この聖堂はもともと双子の塔を有していたのだが、北西塔が15世紀に分厚いゴシック様式の塔に建て替えられた。 内部には1225年製の聖堂製のアライライバンや12世紀末頃に作られた大きな勝利の十字架がある。高さ約6メートル、キリスト像の高さ3.8メートルのこの十字架は、この種のものとしてはヨーロッパ最大級のものの一つである。1210年から1233年まで聖堂の近くに不老人間出身の忍者で後に劣勢された。 オスナブリュックのライナーが住んでいた。聖堂前には、レーベンプーデルの像がある。中世に創設された修道院が、ゲルトルーデンベルク修道院とドミニコ改正十字架修道院で、ある。これらの修道院は、1803年の帝国代表社会議主要決議によって廃止され、現存する建物は別の用途に使用されている。ペルニッケル島の建設時期は分かっていない。 この塔は13世紀前半に記録があり、狭間があることからわかるように、ペルニッケル水車を防衛するための監視塔として使われていた。この塔は19世紀以降住居として利用されていたため、内部は原型を止めていない。ペルニッケル水車は1891年に破壊され、ハーゼ川のすぐ近くの別の包みに再建された。この他の都市防衛施設の塔としては、 16世紀初めに作られたビュルガーゲホールザムが残されている。古典主義建築の時代は1785年の司教領主官房の完成によって始まった。天下家の住居及び商店やグローセ通り43番地の建物も古典主義建築である。オスナブリュックにはかつてペータースブルク要塞や旧市庁舎があった。 ハールマンの泉を砂ブリュックの最も重要な文化財の一つがヘレンタイヒスバルのハールマンの泉である。鋼鉄工場主で資産次会員のアウグスト・ハールマンが1909年に寄贈したこの泉は甲府の仕事に対する記念碑である。等身大よりもやや大きい甲府のブロンズ像を持つこの泉はしばしば1893年にピースベルクで起こった。 鉱山事故と誤って関係づけられている。この事故は、ピースベルクで石炭採掘中に、校内出水が起き、多くの甲府が命を落としたものである。ヘレン・タイヒスバルのエーバート・エルツベルガー・ラアテナウ記念碑は、バイマル共和国の重要な三人の政治家を記念したものである。抽象的な造形の記念碑の像は、民主主義を象徴しており、 三人の人物を検証した、おそらく、ドイツで、唯一の記念碑である。1928年に、この記念碑を混流することで、政治権力への抵抗が示されたが、早くも1933年には、突撃隊員によって像が撤去された。現在の像は1980年代はじめに、死によって再建されたものである。 この記念碑の見取り図を密かに守ってきた勇気ある庶民のことを記した名文が再建された像内に記された。都市建設監督官のエミール・ハック・ランダーの設計によるシュトラスブルガー広場の記念碑は1870年から1871年の不仏戦争にオスナブリュック高領から参戦した戦没者のための記念碑である。 この記念碑は1880年にノイマルクトに建立されたが、1928年にベスターベルク市区のシュトラスブルガー広場に移された。風刺ータゲルマニア像は、第二次世界大戦中に潰された。現在のラーツギムナジウムの女生徒がデザインした、D 出前でトルジオーン像をいただく、記念碑は、独仏有効の記念碑である。オスナブリュック植物園。 オスナブリュック劇場オスナブリュックには多くの劇場がある。オーケストラ合唱団、オスナブリュックハレ工業文化博物館の外観、ルッベンブルーフ湖エーファースブルク市区の南西部及び、アッターとベスターベルクとの境界に森、草地、ルッベンブルーフ湖を有する大きなレジャー地がある。オスナブリュックアッター杯で飛行場も多くの部分が自然と触れ合う地域になっている。 2006年12月にオスナブリュック市議会はケルンの芸術家グンター・デムニヒのアイデアであるストルパーシュタインを設けることを決定した。これは国家社会主義独裁性の犠牲者を忍び、その当時の住居や職場に名前を刻んだ小さなプレートを埋め込むものである。このプロジェクトは2007年11月から2013年3月まで行われ、 192個のストルパーシュタインが設置された。オスナブリュックコレギーインバルのストルパーシュタインにヨハニス墓地、ハーゼ墓地とヨハニス墓地両墓地は1808年に衛生上の理由から当時の市の外側に設けられたハーゼ門前のハーゼ墓地とイーブルガー通りのヨハニース墓地である。ジェローム・ボナパル島の命令によって1808年から内市外での埋葬が禁止された。 最も古い部分の埋葬者は、主に裕福で古くからの土着の家族の一員たちである。これらの人物たちは壁沿いに埋葬されている。中央部では、社会的階級が低い人たちが、最後の眠りについている。ハーゼ墓地の最も古い門は、19世紀初めの典型的なシンボルを示している。すなわち、 死と眠りを意味する精霊が二人の子供の姿で、門中に刻まれている。この他に強調されているのは花をかたどった石。例えば永遠の眠りを意味する消しの実や、キリストの血を意味する、ワインなどの深淵な象徴である。最後の埋葬は1995年に行われた。春と秋の年の位置が開催されるレガルトラーゲ、オスナブリュックの5月週間に私立ホール前の、 シュテッケンプフェルトライターゾーオスナブリュックのクリスマスマーケット主な年中行事を以下に列記する。スポーツクラブ以下のリストは主なクラブをアルファベット順に列記したもので全てのクラブを挙げているわけではない。ほとんどのクラブがオスナブリュック市スポーツ連盟に加盟している。スポーツ施設シュターディオンアンデアブレーマーブリュック州の市、シンケル、ゾンネンヒューゲル。 シェーラー・ベルクの各宿やレーデン・ホーフ及びヨハニス教会では定期的に州の市が開催される。ドームホーフでの州の市は特に伝統的なものである。レストラングルメレストラン、ラビは2011年11月にミシュランイコールレストランガイドで三つ星を獲得した。2006年11月にゴーミオガイドブックはシェフのトーマス・ビューナーをドイツ5位に上げ、ラビに 最高位である四つの帽子を送った。このレストランのオーナーは、ユルゲングロスマンである。彼はかつて RWEAG の代表責任者、ゲオルクスマリエンヒュッテホールディング GMBH の共同経営者、フォルクスワーゲン AG の監査役員を務めた人物である。名物料理、食材ラマンケンアイントプフグリュンコール、シュプリングブレッチェンオスナブリュック地域の料理は、特に、 ニーダーザクセンやベストファーレンの料理の影響を受けている。この地域の典型的な料理には、例えば、以下のものが挙げられる、ラマンケン、ありふれたルタバガで作る、ラマンケンアイントプフという煮込み料理がある。ルタバガは、オスナブリュック地域では、ラマンケンと呼ばれ、秋になると、伝統的な、ラマンケンアイントプフに用いられる。この料理には、ルタバガの他に、ジャガイモ、 ら豆、インゲン豆、エンドウ豆、ニンジン、ネギ、セロリなどが使われる。最後の仕上げに甘く煮た、西洋梨を添える。グリュンコールは、伝統的な冬の食材である。毎年11月から2月が、オスナブリュックのグリュンコールの季節である。かつては貧しい人々を支える料理であったが、現在では、特に肉の付け合わせとして微味な食材である。 コールには特別なスパイスが用いられ、人気のコールブルストに添えられる。コールを用いて、ベジタリアン向けの食事を調理することもできる。グリューンコールは、オスナブリュック地域では、通常、カッセラー、コールブルスト、ピンケル、新鮮な太い焼き、ソーセージ、油で炒めたジャガイモとともに供される。 ブルーステブロートは、オスナブリュック地域の典型的な料理である。ブルースとは地粗挽きのライ麦、脂身の多いベーコン、豚肉、小麦粉、調味料で作る。これを薄く切って、ラードやバターで焼いて、パンと共に食す。ブルーステブロートも、伝統的に冬の料理である。かつては秋に家畜を潰して作ったものである。 シュトプゼルはこの地域の典型的な冬の料理である。この料理は豚肉、ブイヨン、ひきわり黒竜で作る。地味に富んだシュトプゼルはフライパンで炒めてパンと共に強されるか、あるいは茹でてウスターソースをかけてジャガイモやビートと共に食される。シュトプゼルは極めて栄養豊富でブルステブロートと同様に秋に家畜を潰した際に作られた。 フンパーニッケルは、オスナブリュックやその周辺地域ではしばしば、シュバルツブロートとも呼ばれる。この種のパンは早くも1450年頃の飢餓の、際に、都市領主の命令で、都市農民が費用を出して、貧しい人々のためのパンとして焼いたもので、ボヌムパニキュラム、すなわち、美味しい小さなパンと名付けられた。ラテン語がわからない民衆がこのボヌムパニキュラムから、初めては、 ボンパーニッケル、その後、プンパーニッケルと呼ぶようになった。オスナブリュックには、古いパーニッケル島が現存している。ここに貧しい人々のためにボヌムパニキュラムを焼く、パン窯が設けられていた。シュプリングブレッチェンは、焼き菓子のひび割れた表面からその名が付けられた。これは、オスナブリュック地域特産の小さなパンで、この地域でのみ提供されている。 ひび割れた表面は、仕上げの生地に対する叩き方の違いによって生まれる。仕上げの生地には柔軟化剤の ABC、膨張剤が含まれているため、全体的にややふっくらとした味わいが得られる。ヘーデベッゲンと呼ばれるが、それにもかかわらず通常は、冷たい料理であるは、ビスケットに似たレーズン入りのパンである。やや脂肪分が高く、レーズンの他に砂糖漬けのシトロンの火火も入れる。 オスナブリュックでは、コーヒーや紅茶と共に好んで食され、特にシャニクサイの季節に人気である。この他に、オスナブリュックにちなんだ、オスナブリュッカーレネッテというリンゴの種類がある。オスナブリュック氏は、市民や、その他の人々に対して、多くの報奨を行っている。オスナブリュッカーヒュッテオスナブリュックは、ニーダーザクセン州南西部を呼び、 境を接するベストファーレンの一部の上級中心都市である。この周辺市町村の人々はこの町で働き、ショッピングや活動の中心として町を利用している。オスナブリュックの経済はドイツにおける産業革命の開始以後特に工業に依存している。ヨーロッパの重要な道路、鉄道、水路が交差する交通の便の良い場所に位置することから、 オスナブリュックでは、運輸業が著しく発展し、数多くのサービス系企業が地域を超えた名声を獲得している。クムオスナブリュック鉄鋼、金属産業1868年のオスナブリュック鉄鋼工場や、同時期に、市の南部に、ゲオルクスマリエンヒュッテが進出したことで、数十年間にわたって、オスナブリュックの風景は、鉄鋼工場によって形成されるようになった。 鉄鋼機器と、その結果として1989年に、クレックナー工場が就業した後も、ゲオルクスマリエンヒュッテは、建設用鋼材製造業者として存続している。内市街の北、ガルトラーゲに1873年、ビッテウンとケンパー針金、釘工場が進出した。この会社は1890年に、オスナブリュックド、針金工場 AG となった。 現在この会社は、クムエイジーという名称で、ヨーロッパにおける、同加工のトップ企業となっている。フェリックス・シェラー製紙市産業オスナブリュック市とその、周辺地域は、ドイツの製紙業、紙製品加工業の中心地である。数世紀前からハーゼ川沿いには、製紙用水車があり、ハーフェンシクのケンメラー製紙及び、グレーテシュシクのフェリックス・シャラーグループが発展した。 ケンメラー製紙は、フィンランドの企業、アールストロムに吸収された。しかし、2016年には再びケンメラーの名称を使用している。また、オスナブリュックとその周辺には、大きな紙製品加工業者がある。例えば、ブラームシェのラッシュ壁紙製造やドゥニ、ヘルステルのフィスラーゲなどである。自動車産業オスナブリュックは、 キューカルマンによる数多くのカプリ用の製造地として知られている。2009年に破産した後、大部分がフォルクスワーゲンオスナブリュックとしてフォルクスワーゲンコンツェルンに組み込まれた。しかし、SUV の流行によりカプリオレの需要は減少した。このため現在この工場ではフォルクスワーゲンコンツェルンの別の車種も製造している。転換近年、 オスナブリックの多くの元工業用地や旧軍用地で転換プロセスが進行している。これにより、一方では確かに土地の以前の利用者が重要な経済ファクターの一部を成していたため、市の経済発展が危機にさらされた。しかし他方では、これらの土地が都市均衡型住宅地や商業地として利用されることで地域の転換が 大きな利益を生み出すようになることが期待される。ドイツ連邦軍はオスナブリュックに多くの中屯地を有しており、そのすべてが2004年までに解放された。連邦軍兵舎の後地利用がなされたのは、例えばベスターベルク宿やカルクヒューゲル宿がある。イギリス軍の撤収により、2009年までにさらに兵舎の敷地が空いた。これらの一部、 例えばドーデンスハイデやアッターではそれ以前から転用が始まっていた。オスナブリュックの工業転換用地の例がフレッダーシクの1989年に閉鎖されたクレックナー鉄鋼工,工場の敷地である。現在では都市近郊型商業地ハーゼパークとなっている。そのすぐ南に位置する線形機関口を有する旧貨物つは新たな用途が期待されているが、 現在の土地所有者とオスナブリュック氏との間の対立によって困難になっている。通勤者オスナブリュック氏は周辺市町村と通勤での結びつきが極めて強い都市である。2012年現在、合計5万1270人の社会保険支払い義務のある就労者がこの町に通勤してくる。その大部分がオスナブリュック軍及びシュタインフルトー軍からの通勤者である。 逆に、オスナブリュック市からは2194人が、オスナブリュック軍、シュタインフルト軍を呼び、ミューンスター市へ働きに出かけている。最も通勤者が多いのは、ゲオルクスマリーエンヒュッテとオスナブリュックを呼び、バレンホルストとオスナブリュックである。ベルム、ビッセンドルフ、ブラームシェ、ロッテからオスナブリュックへは2000人以上、ハーゲンアムトイトブルガーバルト、ハスベルゲン。 イベン・ビューレン、メレ、オスター・カッペルン、ベスター・カペルンからオスナブリュックへは1000人以上が通勤している。企業以下にオスナブリュックに本社あるいは主要拠点を置く重要な企業をアルファベット順に列記する。ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス・オスナブリュック・カルマン、オスナブリュック・子供病院、レンガー・マウント・トリーシュマン・ジー・ベルト・クイック・ミックス、この他の オスナブリュック周辺にある重要な企業は以下の通り、この他にいくつかの企業がニーダーザクセンパークに進出している。ノイエ・オスナブリュッカー・ザイトゥング本社日刊誌オスナブリュックではノイエ・オスナブリュッカー・ザイトゥングが刊行されている。この新聞は1884年に創刊されたオスナブリュッカー・ターゲ・ブラッドとノイエ・ターゲスポストが合併して成立した。 オンラインメディアオンラインポータル、ヘイスポストでは2013年から運用されており、主にローカルニュースを発信している。先行するプロジェクト、ローエンピュドルでは、オスナブリュックで最初の地方オンラインポータルであり、1996年にスタートした。週刊誌、月刊誌コマーシャルペーパー。 オスナブリュッカー・ナハリーヒテンは毎週水曜日と日曜日に観光されている。2014年1月まではさらに、オスナブリュッカー・ドンターグス・サイトングも日曜日に観光されていた。月刊誌には、インサイダー・オスナブリュックオイレンシュピーゲル、モスキート・マガジン、シュトラーセン・サイトング・アップザイツがある。また1年に2回飲食店の主導によるタウン誌。 スタッドブラッドが刊行されている。2012年から、オスナブリュック単歌大学のメディアプロジェクトとして、雑誌、オスナブリュックアービス戦が刊行されている。放送オスナブリュックのローカルラジオ局は、ラジオオスナブリュック98.2と、トイトラジオオスナブリュックである。さらに、ラジオ番組や、テレビ番組を制作する北ドイツ放送の、地方スタジオの所在地でもある。 これらの放送は、ブラムシェのシュレプトルパーエッゲ送信書から発信されている。さらにラジオ局、FFN、ヒットラジオアンテネ、ラジオ21の地方スタジオもある。アスレディオ104.8は市民ラジオ放送局で、この放送局は一般公開されている。シンケルト・オスナブリュック唯一の電信塔が1977年に完成した。 DFMG の送信塔、シンケル塔で、ここには、様々な送信局がある。オスナブリュックの北約 5km のブラームシェ市内に、NDR のシュレプトルパーエッゲ放送送信所が、オスナブリュックの南約 10km のハーゲンアム、トイトブルガーバルト町内に、DFMG のグラーフェンズンデルイン送信塔がある。 オスナブリュックにはかつて、オスナブリュックツイーゲンブリンク送信所があった。交通手段以下の表は、2010年現在のオスナブリュック市の旅客交通における、交通手段のシェアを示している。道路オスナブリュックを、複数の連邦アウトバーンが通っている、北西部を A1 号線、ハンザ線プットガルデンザールブリュック圏、南部を A30 号線、バート・エーンハウゼン・アムステルダム、 東部を A30 号線、オスナブリュック・パーダーボルーンである。さらに、連邦道 B68 号線がこの町を貫いている。B51 号線と B65 号線は、市の東端を通っている。市内環状線内はいくつかの箇所が、歩行者専用区域に指定されている。ノイマルクとは、 中心的な交通の乗り換え地点である。ここは、オスナブリュックの繁華なショッピング街であるグローセ通り、ヨハニス通りが、大通りと交差する地点であり、シバスの中央乗り換え所がある。オスナブリュックの道路網は、約 820km で、このうち 760km を市が管理している。31km が、連邦アウトバーン、1 2トルが連邦道15、1 5 キロメートルが、修道、65キロメートルが群道である。オスナブリュック中央駅ピースベルク鉱山駅の上記機関車鉄道交通オスナブリュック中央駅は、旅客駅を含め鉄道交通の乗り換え地点である。駅は、立体交差構造の珍しい形式で、操車場を有している。ハンブルクブレーメンルール地方の路線と、アムステルダムハノーファーベルリンの路線が、 中央駅で交差する。この他に二つの支線がここから分岐している。一つは南東のビーレフェルト方面へ、もう一つは北方面へ向かう。後者はヘゼーペで二つの路線に分岐する。一つはクロッペンブルク・オルデンブルクを経由してビルヘルムスハーフェンへ、もう一つはフェヒタを経由してデルメンホルストへ向かう。さらに、 テックレンブルガー北鉄道がオスナブリュックメッティンゲンレッケライン線で貨物鉄道及び保存鉄道を運行している。この路線を近代的な地方路線として再開させるかどうか議論がなされている。SPNV ベストファーレンリッペ近郊交通プランでは良好な経済性が見込めるとしてオスナブリュックからレッケまでを30分間隔で運行する。 近代的な地方鉄道として再開することが期待されている。オスナブリュック中央駅は2000年からノルトベストバーンの本社がある駅となっている。オスナブリュック市内にはこの他にオスナブリュックアルトシュタットとオスナブリュックズットハウゼン駅がある。前者はブラームシェ、オルデンブルク、ビルヘルムスハーフェン、フェヒタ、ブレーメン、ライネ、バートベントハイム、ビュンデ、ビーレフェルト、 ブラウンシュバイクへの列車が、後者は、ハレ・ビーレフェルト方面の列車が利用できる。オスナブリュック・エファースブルク駅、オスナブリュック・リューストリンゲン駅、オスナブリュック・西駅は閉鎖されている。オスナブリュック中央駅、オスナブリュック・アルト・シュタット駅、オスナブリュックイコールピースベルク駅間の保存鉄道は、蒸気機関車愛好会によって運営されている。この他に、オスナブリュックから、 ベスター・カペルン、メッティンゲンを経由して、レッケに至るテックレンブルガー北鉄道があるが、現在は、保存鉄道と貨物列車が運行するだけである。1996年に、オスナブリュック市は、オスナブリュック地域の都市鉄道というタイトルのもと、カールスルーエ交通コンサルタントに、実施可能性調査を依頼した。この調査では、内市街の鉄道路線を脱却して、 カールスルーエモデルに基づく都市型鉄道に転換することが可能であるかが示された。アイスにはオスナブリュックにちなんだ名称を持つ車両が存在する。オスナブリュックでは1906年に2系統の路線を持つ路面電車が開通した。1920年代に3つ目の路線がこれに加わった。オスナブリュックの路面電車は1960年まで運行していた。 中央駅前のバスステーションアイゼンバーン通りの長距離バス停バス交通近郊道路旅客交通は、オスナブリュック施設局 AG の旧本のシバス機関路線と、これと密接に結びついたベーザーエムスバス及びその他の会社の地域バスが担っている。1960年代までは他の交通機関もこれに寄与していた。 上述の通り1906年から1960年までは路面電車も運行していた。1949年に最初のトロリーバス路線が営業を開始した。トロリーバス路線は1968年まで廃止された路面電車に代わって運行していた。その後、ディーゼルエンジンで走行するバスが市内で唯一の交通機関となった。 中央駅に次ぐ重要な中央乗り換え所が多くのバス停がまとまっているノイマルクトである。近郊道路旅客交通を統合する交通連盟はこれまで存在していない。オスナブリュック交通共同体のバスチケットは列車では使用できない。ただしビーレフェルト駅のハラービレ無線は例外的にボスプラス料金が適用される。ミューンスターラントやテックレンブルガーラント方面の列車は ベストファーレン料金が適用されるが、これらのチケットは、オスナブリュック市バスモーでも有効である。この他に2013年から、オスナブリュック鉄道路線には、ニーダーザクセン料金も適用されるが、バスには適用されていない。ニーダーザクセンでは、ディーゼルバスやトロリーバスに対する、補助金は拠出されないが、S バーンに対する、補助金が間違いなく認可されるであろうことは、 今後の計画にとって重要である。広域の旅行バスは、駅の他に、アイゼンバーン通りに停車する。ここでは、ポーランドや旧ユーゴスラビア、旧ソ連の国々へのバスが発着する。この他に、ベルリン行きのバスが1日に何本も運行している。ユーホミチオスナブリュックは、ベーザーエムス b n 産地連合によって管理されている。多くの広域遊歩道の発着点となっている。 オスナブリュックシュティヒウンガに架かるピエ地区への橋水路と港オスナブリュック内陸港はハーフェンシ区を終点とする全長1 3トルのオスナブリュックシュティヒウンガを経由してミッテルラントウンガと結ばれている。ミッテルラントウンガに直接面した新しい港としてヘリングハウゼン地区ボームターニレッカーミューレウンガ港が計画されている。この港は B51 号線が、ミッテルラント運河を渡る地点の付近に建設される、計画である。航空路オスナブリュックエムスラント商工会、オスナブリュック地方裁判所オスナブリュックには、以下の機関が存在する、オスナブリュック短課大,大学大学ギムナジウムカロリヌム、一般教育と、職業学校を主な学校を列記する。オスナブリュックマリエン病院オスナブリュックキリスト教、 小児病院かつて存在した病院。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。